どうも、達也です。どうですか？皆さん、ちょっとずつね、元気になってきているかなと思います。で、今回ですね、いろんなね、メッセージをいただいて、いろんなこう、続けてますよとか、毎日見てますよとか、ね、ちょっとずつ良くなってるよとか、これから頑張ろうと思いますみたいな、こう、いろんなね、コメントをいただいて、まあ僕もね、こういう動画を作るモチベーションにもなりますし、シンプルにね、嬉しいです。ね、こういうメッセージをいただいた皆さんに一つだけお伝えしておきたいことがあって、それは大丈夫ですっていうことです。深く考えずに、とりあえず大丈夫、良くなりますよということです。ね、こう、ね、何かの根拠があってとか、そういうわけではないんですけども、大丈夫、良くなりますよと。そういう気持ちを持った上で、いろんな物事にね、取り組んでいってもらえたら、ちょっとずつ実際その大丈夫なりに、その大丈夫だって思えるだけでも、ストレスや不安というもの、恐怖心もね、減っていくと思います。ね、このチャンネルを見てくれている方々っていうのは、やっぱりちょっとリラックスしたいなとか、ストレスを軽減したいなとか、何かしらの障害っていうのはちょっとね、楽にしたいなって方が多いので、そんな方はね、皆さん、みんな大丈夫ですから、良くなりますからね、ちょっとずつ良くなりますから、ちょっとずつ実践トレーニングもそうですし、日々のね、なんとなしの動画もそうですし、知識の動画っていうのもなんとなく見て、ああ、自分でも大丈夫なんだなとか、こういう風に考えていけばもうちょっと生きていきやすくなるのかなとか、ね、いろんな実践トレーニングがあって、自分にも使いこなせて、自分もいろんなことできるようになったらいいなとかね、そんなことも考えながら、ちょっとずつね、取り組んでいってもらえたら、ちょっとずつ良くなりますから、大丈夫ですと。ね、これは本当に、今後もね、伝えていきたいことだと思います。大丈夫ですよと。ね。ね、こう、なんでしょう。大丈夫だっていうことが分かってるから、いろんな物事に取り組めたりもね、すると思います。ね、実際、大丈夫だと思います。本当に。で、その大丈夫だっていう気持ちがあるから、日々の生活を安心して過ごせるようになると思います。ね。ね。で、ね、ちょっと言葉がパッと出てこなくなりましたけども、僕も、こう、うまくいかないこともありますし、生きててやっぱりちょっと辛いなって思うこともあります。でも、その辛いっていう気持ちっていうのはずっと続くわけでもないですし、その時その時にね、起こる現象なので、ずっとその今の辛い気持ちがずっと続くわけではない、今後ずっと続くわけではないっていうことも頭の中に入れておいてもらえたらいいかなと思います。徐々にね、良くなっていくと思いますから。ね、徐々に良くなっていくということは、良くなる、ね、大丈夫な、その先の未来みたいなものがあると思って、呼吸法もそうですし、ジャーナリングもそうですし、ヨガ、ストレッチ、歩く、運動、知識を頭の中に入れる、いろんなことを一緒にね、学んでいけたら、そういったことをサポートできたらいいかなと思います。ね、本当にね、日々のコメントだとか、いろんなコミュニケーションをね、本当に嬉しく思っております。なかなか、こうコメントを返したりっていう時間が取れなかったりするんですけれども、でも実際見てますから、ね、本当に、嬉しいなとか、調子よくなってきてね、よかったなって思いながら、こういった動画を作っています。ね、実際ね、皆さんにお届けする知識っていうのは実際、本で読んだり、文献だけで読むと結構難しいんですよね。で、そういう難しいものをいかに皆さんに分かるように届けるのかっていうことで、僕もこうね、ああやってみたり、絵を描いてみたりとか、こうジェスチャー入れてみたりとか、いろんな自然の中にね、実際に行ってみてもらったりとか、そういったことも、どんどんね、やってきたんですけども、これからもチャレンジしていきます。で、皆さんもね、ぜひ、自分を助けるために、自分を支えてあげるために、自分が学んで、自分が行動してあげてください。自分が、ね、なんでしょうね、実感していって、成長していってもらえたらいいかなと思います。ね。ちょっとずつではありますけれども、ね、お互いにちょっとずつ成長していけたら、今後もいいかなと思いました。ね、登録してくれてる方もね、どんどん増えてきたりとか思います。で、ね、なんかこう、ね、僕がこう、なんでしょうね、見てもらいたいのは、チャンネル登録者数と動画の本数とかね、ちらっとたまに皆さんも見ると思うんですけども、動画の本数すごい数出してます。結構ね。でも、チャンネル登録者数はこんなもんです。なので、
そうなんでしょうね。皆さんも結果だけを求めずに、完璧を求めずに、ちょっとずつね、やってみてほしいんですよね。で、たまには僕のことをこう笑いながら、いや、こんなことをやってて、これぐらいしかね、伸びないの。でも、頑張ってんだって思いながらも、こう、自分も同じように、なんでしょうね、完璧を求めずに、大きなものを求めずに、ちょっとずつやっていけば、ちょっとずつ良くなっていくと思うので、ね、一緒に成長していけたら、今後もね、成長していけたらいいかなと思いました。はい。ね、こういう動画もちょこちょこ出そうと思います。で、ショート動画もちょこちょこ出そうと思います。実践動画もちょこちょこ出そうと思います。で、しっかりしたトレーニング動画も出そうと思います。なので、本当に、やっぱり、一緒にトレーニング、一緒に学んでいきましょうっていうね、コンテンツが今後も育っていけばいいかなと思います。ね、で、この、自然音とか、そういったものは僕がこう、録音して取りに行ったものだとか、そういったものもね、今後配布できたりとかしたらいいかなと思いますし、写真も動画もそうですよね。で、漫画もね、かけて、皆さんにお届けできたら、もうちょっとまとめてね、動画だとこう、なかなかキュッとまとめて、お伝えすることが難しかったりするので、そういった本もね、出せたらいいかなとか、いろいろこう思いながらも、なかなかうまくいかないなって思いながらもね、ちょっとずつ僕もやっていきますので、皆さんも、皆さんなりのペース、マイペースでね、マイペースっていうのは遅いってわけじゃなくて、自分のペースっていうことですから、自分のペースを保って、ちょっとずつね、成長していってもらえたらいいかなと思いました。ね。はい。そんなもんかな。まあ、改めてね、本当にコメントありがとうございました。ね。では、一緒にちょっとずつ元気になっていけたらいいかなと思います。ではまた、この場所でお会いしましょう。またね、ちょっとずつ良くなると思います。大丈夫です。これだけは覚えておいてね。大丈夫です。世の中がどうであれ、大丈夫です。ね。今の状況がどうであれ、大丈夫です。良くなります。ではでは、またね。